内部統制。おはようございます、マサルです。今回はシステム監査の分野から内部統制について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。令和2年秋問52、情報システム部門が受注システムおよび会計システムの開発運用業務を実施している。受注システムの利用者は営業部門であり、会計システムの利用者は経理部門である。財務報告に係る内部統制に関する記述のうち適切なものはどれか。あ、内部統制は会計システムに係る事項なので営業部門は関与せず、経理部門と情報システム部門が関与する。い、内部統制は経理業務に係る事項なので経理部門だけが関与する。う、内部統制は財務諸表などの外部報告に影響を与える業務に係る事項なので営業部門、経理部門、情報システム部門が関与する。え、内部統制は手作業の業務に係る事項なので情報システム部門は関与せず、営業部門と経理部門が関与する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、う、内部統制は財務諸表などの外部報告に影響を与える業務に係る事項なので営業部門、経理部門、情報システム部門が関与する。こちらが正解選択肢です。それでは解説していきます。内部統制とは、経営者が従業員の不正を防ぐために法令遵守を徹底させる取り組みのことを言います。押さえておきたいポイントは、内部統制は経営者の責任のもと行われるということです。さらに内部統制が機能しているのか評価することをモニタリングと言います。内部統制は経営者の責任のもと行われること、そしてモニタリングによって内部統制が機能しているか評価していることを覚えておきましょう。今回の問題は、財務報告に係る内部統制に関する記述のうち適切な選択肢を選ぶ問題でした。財務報告とは売上などの報告を対外的に行うものです。もし不正が行われると粉飾決算などが発生する可能性があります。不正を防ぐためにも関連する部署が関与して法令遵守を徹底して財務報告を行います。よって正解選択肢はうの選択肢です。補足ですが、これがもし監査だった場合は、監査人と監査対象は独立しなくてはいけません。その他の間違い選択肢を見ておきましょう。間違い選択肢では、特定の部署が関与しない、または特定の部署だけが関与するとあります。よって間違い選択肢だと判断することができます。それでは問題を見直しましょう。情報システム部門が受注システムおよび会計システムの開発・運用業務を実施している。受注システムの利用者は営業部門であり、会計システムの利用者は経理部門である。財務報告に係る内部統制に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は、う、内部統制は財務諸表などの外部報告に影響を与える業務に係る事項なので営業部門、経理部門、情報システム部門が関与する。こちらが正解です。それでは次の問題です。令和4年春問37、システムによる内部統制を目的としていくつかの機能を実装した。次の処理はどの機能の実現例として適切か。ログイン画面を表示して利用者 ID とパスワードを入力する。利用者 ID とパスワードの組み合わせがあらかじめ登録されている内容と一致する場合は業務メニュー画面に遷移する。一致しない場合は遷移せずにエラー画面を表示する。システム障害の検知。い、システムによるアクセス制御。う、利用者に対するアクセス権の付与。え、利用者のパスワード設定の妥当性の確認。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、システムによるアクセス制御が正解です。それでは解説していきます。この問題も内部統制に関する問題でした。
内部統制とは、経営者が従業員の不正を防ぐために法令遵守を徹底させることでしたね。今回はシステムによる内部統制をするために ID とパスワードを使った本人認証の機能を実装しています。このシステムによって実現される機能はどの選択肢なのかを考えていきます。まずあの選択肢、システム障害の検知。システムに異常などが発生して障害が発生した場合に検知することができる機能がシステム障害の検知ですね。この機能は ID とパスワードによる本人認証の機能を実装しても実現される機能ではありません。よって間違い選択肢です。次は E の選択肢、システムによるアクセス制御。こちらはどうでしょうか。この機能は ID とパスワードによる本人認証の機能を実装することで実現されている機能ですよね。正しい ID とパスワードの組み合わせを入力しなくては業務メニューが表示されないので、不正な第三者のアクセスを防ぐことができます。よって E の選択肢が正解です。次の U の選択肢は、利用者に対するアクセス権の付与。これはちょっと紛らわしい選択肢なので迷った方がいるかもしれません。利用者に対するアクセス権の付与というのは、特定の利用者が特定のサービスやシステムにアクセスできるかを制御する機能です。例えば営業部に入った人が営業部のシステムにアクセスできるようにアクセス権を与えたりします。よって間違い選択肢です。 A の選択肢は、利用者のパスワード設定の妥当性です。パスワードはセキュリティの観点から何文字以上のパスワードにしなくてはならないというルールが設定されていることがあります。このようなパスワード設定のルールが守れているかをチェックするのが、パスワード設定の妥当性の確認です。これも ID とパスワードによる本人認証の機能では実現されるものではないので間違い選択肢です。ではここまで間違い選択肢も含めて確認しました。もう一度問題を見直しましょう。システムによる内部統制を目的として、いくつかの機能を実装した。次の処理はどの機能の実現例として適切か。ログイン画面を表示して利用者 ID とパスワードを入力する。利用者 ID とパスワードの組み合わせがあらかじめ登録されている内容と一致する場合は業務メニュー画面に遷移する。一致しない場合は遷移せずにエラーメッセージを表示する。正解選択肢は E、 システムによるアクセス制御です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は内部統制について勉強しました。どうして内部統制が必要なのか考えてみましょう。これまでに皆さんは食品偽装、不良品の発生、情報漏洩、横領などのニュースを目にしたことがあるのではないでしょうか。このような不祥事を起こした企業の経営者は、内部統制の実施を確認され厳しく責任が問われる場合があります。さらに不祥事は企業内部だけではなく、利害関係者も多大な被害を受けることになります。企業が法令遵守をしなくては、一般消費者は安心して経済活動をすることができません。そこで企業には内部統制をすることが求められています。企業は内部統制をすることで、企業外部に企業を信頼してもらい、企業の価値を向上させることができます。さらに内部統制をすることで、企業内部でも不正の牽制を行い、緊張感を持った仕事ができるというメリットが生まれます。それでは最後に復習です。令和2年秋、問い52、情報システム部門が受注システムおよび会計システムの開発運用業務を実施している。受注システムの利用者は営業部門であり、会計システムの利用者は経理部門である。財務報告にかかる内部統制に関する記述のうち、適切なものはどれか。正解はう、内部統制は財務諸表などの外部報告に影響を与える業務にかかる事項なので、営業部門、経理部門、情報システム部門が関与する。こちらが正解です。次の問題、令和4年春、問い37、システムによる内部統制を目的としていくつかの機能を実装した。次の処理はどの機能の実現例として適切か。ログイン画面を表示して利用者 ID とパスワードを入力する。利用者 ID とパスワードの組み合わせがあらかじめ登録されている内容と一致する場合は業務メニュー画面に遷移する。一致しない場合は遷移せずにエラーメッセージを表示する。
正解は E、 システムによるアクセス制御です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。